待っといてやつ、俺怒られんのかな、今日なんかやったの、え、誰らぶつけたとか。はい、どうも、ファビオくん。いや、なんかめっちゃ偉い PC だよ。あー、ちょっと待って、アップで見せたよ。脇汗の子安田造船に来ております。いや、今日どうしたんですか。どうしたって、お前がいきなり呼び出して来いって言うから話があると。なぜか僕に連絡があり、俺を飛ばしてくるっていうのは一回もないよね、うん、気になってて、だからちょっと急いで呼んだんですよね。俺もちょっとなんか呼び出したから、今日ジャケットで来ちゃった。いや、そうなんです、すいません、なんかだらだらジャケットで、信号待ちしたらまあまあ見られたぞ。目立ちますか。来たらいきなりランボー今日何なんすよ。ランボーてか、何の企画か分かんない企画が一番嫌なの。準備できないじゃん、こっち。いや、そうだよ、僕もなんですよ。怖いよ、しかもお前なんかビビりすぎやろ。とりあえず、なんかここで待っとけという謎の高級部屋に。いやいや、なんかちょっといつもと感じ違うくないですか。こんな緊張感ある感じだっけ。俺怒られんのかな、今日。なんかやったの、え、誰らぶつけたとか。ぶつけたとしてもなんか直せばいいだけじゃ、怖いんだけど。とりあえず待ちますか。はい。え、何に言われるか分かってんの。今んとこ全く分からないです。はい、どうも、ファビオくん。お疲れ様です。はい、どうも、ファビオくん。お疲れ様です。はい、どうも、ファビオくん。いや、なんかめっちゃ偉い PC だ。じゃあ、なんすか。いやいや、別にそんな大した話じゃないんだけど、はい、ちょっとファビオにお願い事があってさ。ほえー。いや、ほんと、全然偉い話じゃないですよね。いやいや、折って話だ。マジでお願いします。いやいや、言いづらいから。いやいや、え、そんな、マジで。そんな、俺ちょっと脇汗かいてくれた。脇汗かいちゃった。いや、ほんとだらだらぶつけたりしてないよね。してんのもしてないしてない。いやいや、実はさ、はい、最近一緒にいるじゃん、いつも。そうですね、うん、どうせ一緒にいるなら、なんかさ、仕事とか一緒にやっちゃおうかなって。あー、そういう話ですか。そうそうそう。なるほど、うん、そういうこと、うん、いや、俺さ、ちょっと待って。アップで見せたよ。脇汗のこの水返せ。実際ビジネスやったことないからね。いや、そうですよね。で、まあ、当然いろんなブランドとかね、扱ってる中、うん、まあ、要は僕の IT の怖かったの。いや、怖いよ。来るの怖かったの。怖いよ、今自分でまとめようとしてた。今喋ってるけど、でも口元がなんか笑ってる進化があったのか。うちの足りない部分をワビオが持ってるから、うん、それを力を貸してもらいたいんだ、俺らに。じゃあ、いい話じゃん、これ。うちも助かるし、本当に。まあ、うちの仕事って結局遊びの仕事ばっかりじゃん、うん、遊びの中でどういう風なコミュニティを作っていくかっていうテーマだから。なるほど。今一番困ってることは実際何なんですか。やっぱりこれからは、なんていうのかな、情報発信が全て、うん、で、我々なんていうの、何かを売るにしても買いませんかって商売じゃないじゃん、うん、遊んでる姿を見せながらそのコミュニティに入ってきてもらうっていう形だから、どう見せていくか、うん、なるほど。 PR マーケティングが全てみたいなとこあるから、うん、そこの部分を強化したいんだよね、うん、なるほどね。うちの会社が広告代理店なので、うんうん、こう多分広告ってどのブランドも一つの自分のオンドメディアを持つ、うん、SNS で発信するってなるから、うう、うん、確かに今言われると、うん、ああ、まあ、ものすごくいいところについてるなと思いますし、うんうんうん、まあ、俺らはそこのプロなんで、うん、力貸して大きくなることには全然問題ないし、うん、でも今どっちかというと発想としては友達として、うん、今の面白い遊びをどんどんこう出していこうよっていうのがテーマだったじゃないですか、うんうんうん、それプラス、まあ、ビジネス的な話、めちゃめちゃいい話じゃないか、これ。これめちゃくちゃいい話じゃないですか。最近本当にね、手に汗握るんですよ。なんで、なんか、いや、毎回こう知らされてなく呼ばれるじゃないですか。本当にタクロ一つ気づいた、はい、もう二人は YouTube 慣れちゃって、こっちからの企画で今完全に俺ら泳がされてる、ね、取らされてる感じしますもん。そんなことないですよ。ないですよ。大好きだから。あの、名前変えようと思います。ファビオチャンネルから、はい、モリエチャンネルに。うまいね。うまいね。でも本当にファビオが言ったように、これからはさ、我々のメディアっていうのはなかなかね、絞りづらいじゃん、うん、だからやっぱりオンドメディアでしっかり見せていくって、動画も紙も全てそうだよね、うん、そうですね。だからそこをしっかりしたいんだよ ね、 そうですね。で、最強のラグジュアリー PR マーケティング舞台を作りたいなと思ったらさ、いいですね。それがセールスには当然つながるわけだし ね、 自分たちから営業するよりか、自分の自社のメディアで発信して、うん、
ファンを囲うってのは一番楽ですからね。もうね、それを先行してやりたいね。で今伸びてる企業ってほとんどそういうのでうまくいってる例が多いじゃないですか、うん、そうだね。で意外と大手がそこを結構ルーズにしちゃって、うんうん、ベンチに抜かれてるのもあるんで、うん、まあ、そこはまあ、うちの強みでもあるから、うん、まあ、チーム作ったりとかね、うんうん、逆にこう一緒にこうもっと話しディスカッションして、うん、足りないものを見つけて、うん、お互い伸ばしていくように、うん、えこれ以上夜ディスカッション夜長すぎるよ。夜もう夜のディスカッションなんだ。1時までとかにしようよ。ディスカッションディスカッション終了タイム夜中の1時に決めましょう。大体この人が長いんだよ。それぐらい長くいるなら仕事にしちゃうぜってのが今回の趣旨よ。そうそうそう、小さいまま小さくとどまるってこととスピード感を持つってことがラグジュアリーにとどまるっていう重要な要素なんだよね。ここが一番の我々のキーかな、ポイントね、ポイント。それを情熱を持って進めていると。うん、真面目な話するとそういうことよ。すげえ、なんか俺らこの3人で真面目な話初めてかもしれない。いやいやいや、もう僕は黙ってきますよ。あいつなんかちょっと消極的っぽいな。まあ、そんなこんなでやっていくんですけども、はい、まあ、せっかくなんで俺らの今持ってるねメディア、うん、ファビオの周りのメディアと、まあ、憧れてる人一緒に働きたい人もいるから、うん、まあ、これでもインスタでさ上げたら、うん、結果今も1日10人来てるの。あで、まあ、200人来てくれて、まあ、当然その中でもこう、うん、あの履歴書送れって履歴書送らない人もいるし、うん、でただあの時ってジャブで何やどういう人を集めたいかって言ってないんだよ、うんうんうん、だからちょっとそこをもう少し話して、うん、こういう人たちっていうので集めて最高のチームを作っていくと、いいですね。うんうん、あじゃあチームファビオが人数を増やしていこう、増やしていこうと、うん、募集してみますか。そうだね、この俺らのこのチームに一緒に仕事をしたい人、うん、なんかパワーのあるやつ、うん、ああいいですね、持ってるやつがいい、ね、できたらちょっと綺麗な人もお願いしたいんだよね。そ女の子、うん、それはやっぱりモチベーション上がるからおっさんだったらこれ以上ハゲ増えたらどうすんの。車も船も、うん、みんな女性が活躍してるわけよ。そうですね、日本はいないんだよね。いないんですよ。船のメンテナンスだったり船内をきれいにするとかっていうところだったり、そういうことも女性がどん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 進出してきてほしいんだよ。そうですね、女性の細かな気配りが欲しいんだよ、ね、こっちは。なんかカンヌ行った時もそうでしたもんね。なんかセンスとか細かいところは全部女性だった。女性やっぱ女性が手先が器用だしマメなんだよねきっと、うん。じゃあ皆さん、じゃあ、追って、概要欄にこういう人っていうのは、うん、じゃあ文字にしますか。そうです、どんな人がいいんですかね。その動画周りの編集、まあ、こういうのも応募して、うん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 、そこで何人かピックアップして使ってる人いるんですけども、うんうん、ファビオチャンネルのその動画編集のところもそうだし、野田さんのところで言うとどういうところがあります、うん、うちはね、仕事量が多いから、うん、今まで何してきたっていうよりも明るくて和を保つような人が来てくれれば仕事量が多いから一人前になるのが早いの。あ、なるほどね。でも結構成長したい人って一つの仕事を絞るよりかは、うん、フレキシブルにいろいろやった方がいいと思うから、うん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 、今の言ってたファッションとやる気がある、うんうん、人であれば、まあ、男女問わず全然いいかもしれないです、うん、それで一つのカテゴリーを一生懸命やってるっていうのは小さい企業グループの中ではありえないんだよね、うん、またいちゃうからいろんなことができるようなこうフレキシブルな人がいいと思うんだよね。そうですね。だから専門バカみたいになってなっちゃうと自分の限界って決まっちゃうじゃん。それがもう一つあれば2倍になっちゃうわけ、3つは3倍、それは稼ぎの違うじゃん。そういうイメージを持って頑張れる人がいたらいいね。そうですね、まあ、いい意味でいろんなことをこう吸収して、まあ、スポンジみたいな人ですよ、うん、なるほど。やる気がある方はちょっと下の応募を買ってますので記入して、うん、応募してください、はい、で追ってまた何選ばれたかと俺らのこの3人で面接をする動画も上げてもいいかもしれない。なんか面接動画面白いかもしれないじゃないですか。面接動画やろうよ。チームファビオって、まあ、いろんなこう、はい、地方に散らばした分、まあ、あんまりこう母体を大きくしたくないっていうのがあったけど、確かにこの野沢さんたちと組むことによって加速をしないといけないから、うん、一気に希望感大きくなるかもしれないね、うん、だからまあ頑張っていこうと思いますので、はい、引き続きお願いします。俺とりあえず脇汗やばいからもういい。着替えたいんだよこれ。いやだから帰る帰るって言ってんじゃん。まあ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 行くでしょ。まあ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 定食屋ね、定食屋さん。どこ行きます飯。